はい、どうも、エンタのゲームインザボックス。今回は2周年特別企画ということで、レトロフリークの画面からスタートしております。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、今回はですね、2周年特別企画、リベンジ動画ということでね、過去に挑戦したソフトの中でちょっと心残りだったゲームを再挑戦していくというリベンジ動画をね、やっていきたいと思います。はい。エンタのゲームインザボックスは、今年の2016年の2月の8日にて、チャンネル開設から2周年ということでね、チャンネル初投稿から2周年ということで、2年経ちましたのでね、その記念動画ということで、やっていきます。うん。で、今回あるソフトなんですけれども、もう最終兵器、もう僕の中での最終兵器ということで、このレトロフリークを使ってですね、レトロフリークにはまあいろんな機能があるんですけれども、コードフリークとかね、そういうちょっとしたこうちょっとアンオフィシャル的なこう裏技を使ってね、コードフリークみたいなことを使ってもできますけれども、今回ですね、その機能じゃなくて、セーブ機能っていうのがあるんですね。クイックセーブ機能っていうのがあるんですよ。まあ、これは今 WiiU のあのバーチャルコンソールとかでもあるんですけれども、いわゆるその状態を保存しておくことができるということですね。ある状態を保存しておいて、例えばその後ゲームオーバーになったら、その状態の全く同じ状態から一回やり直せるっていうことですね。だからクイックセーブを使ってですね、まあ、要するに、厳しいゲームをこう繰り返しプレイをしていくということですね。要するにそれを使ってですね、今回最終兵器としてレトロフリークを使って、失敗しゲームオーバーになったとしたら、その手前まで戻してっていうのを繰り返してやっていこうという企画でございます。うん。で、今までずっとねクリアできなかったゲーム、難しすぎて途中で終わったゲームっていうのも結構あったので、この2年間でね、まあ、そういったゲームに関してはこのレトロフリークのクイックセーブ機能を使えばちょっとは楽になるんじゃないかなということで、今回やってみようかなと思いました。で、今回リベンジするソフトなんですけど、ゲームボーイソフトですね。ゲームボーイソフト、ちょっと動かしましょうか。ゲームボーイソフトです。で、この中ゲームボーイソフト、家にあるゲームボーイソフトインストールして入れておきましたけれども、今回プレイするソフトはこちら、ダブルドラゴンです。これはですね、動画投稿900本記念の時にやりました。感謝にまみれたダブルドラゴンということでやりましたけれども、あの時もね結構時間をかけてプレイしたんですけど、全員4ステージ構成のこのゲームでステージ4に行くのがやっとでしたしかも初めて行ったんですよね。ひたすら僕は練習した上であの回を取ったんですよ。900本記念ダブルドラゴンを取ったんです。で、目標として設定したのがステージ3をクリアするっていうところなんですね。練習いくらやってもやっぱステージ3はなかなかクリアできなかったんですけども、まあ、なんとかクリアできて、まあ、その日の収録を終えたんですけども、ステージ3クリアしてステージ4入って瞬間に、瞬間というわけじゃないですけどもそこから何スクロールかした程度で落ちまして死んだんですよね。ゲームオーバーになったということで、まあ、今回そのリベンジということでね、今回こそは、ダブルドラゴンのエンディングを目指そうということで、クイックセーブを使ってやっていくという企画でございます。はい。900本記念の動画の時も2時間以上やったんですけど、結局その2時間以上やったうちのほとんどがそのやり直し作業だったんですよね。一面からやっぱやり直さないといけない、コンティニュー使い切るっていうか、まあ、残機を使い切るとコンティニューがないので、もう一回最初からやり直すになるということも含めて、まあ、その2時間以上収録時間がかかったということもありますので、そのやり直し作業がなければもうちょっと早くスムーズに進めれるんじゃないかということでね、エンディングを目指してこれからやっていきましょう。いきます。ダブルドラゴン、前置きが長くなっちゃいましたけども、スタートします。スタート、リセットしましょう。とりあえずオープニングから見ましょう。リセット、ダブルドラゴン、このね、このオープニングね、やっぱね、もうレトロフリックでも思うけど、やっぱこの音はね素晴らしい。このオープニング曲、ダブルドラゴンのこの気合の入ったね BGM はやっぱ素晴らしいんですよね。よくできております。ゲームボーイでもちゃんとここら辺はうまいことね、抜かりなく本気でガチでやってくれてるからね。さあ、じゃあやっていきましょう。懐かしいな、これも。またさあ、女性が奪われて、その女性を助けるためにこの主人公がね、助けるためにこの
並みいる強敵たちをこうバッサバッサと戦っていくというね、そういうベルトスクロールアクション、それのゲームボーイ版ですね。うん、まあ、機会があればこのファミコン版もやってみたいなと思ってるんですけどね、まあ、それも中古で見つけたらやってみたいなと思ってます。そんなダブルドラゴンなんですけど、今回はゲームボーイ版、これをクリアを目指すということでね、気合入れてやっていきましょう。とりあえずバットを振りかざす。彼女を救うためにね、次々ともう敵を倒していきますからね、うん、バット奪われた、バット返せーっつってね、うん、すごいね、プロ野球選手みたいな、ね、うーバット返せーっつって。ということで、まあ、ステージ1ぐらいはね、もう普通にクリアできるんですけど、もう収録から何ヶ月か空いてますけど、その900本記念の動画を撮ってからね、だいぶは経ってますけど、だいぶ経っててもやっぱ覚えてますわ、体の中で、うん、体に叩き込まれてるから覚えてますわ、本当に。いやー懐かしいね、これも。この BGM がね、だんだんキーがね、上がりすぎちゃうんだよね。ゲームボーイで出せる音域の最大限まで使ってんじゃないかっていうぐらいね、キーが上がってるからね。それがなかなか、僕はね、この BGM、一面の BGM が一番好きですね。でこれ、スコアが確か2万点になれば、1キャップするんですよね。まあ、だから、まあ、なるべくポイントを稼ぎつつ、どんどん先へ進んでいきたいんですけれども、まあ、とりあえずね、敵をどんどん倒していきましょう。まあ、今回は、レトロフリックのコントローラーを使ってね、プレイしてます。まあ、このコントローラーね、十字キーは多少、なんかあの、任天堂の純正の十字キーとはちょっと操作感覚は違いますけど、まあ、別に使いづらいというわけでもないですね。うん。それなりに使える。そんなコントローラーだと思います。特に問題なく、そのボタンの押し加減もね、まあいい感じですよ。うん。ボタンの押してる具合も、そこそこいい感じで。まあ、十字キーの操作感だけですね。これもベルトずらしをして近づいて、あとはもうキックをかますというね、この倒し方を覚えておかないと、まあ、2面以降もちょっとね、苦戦するでしょうね。そんなことを言いながら言ってると失敗してますけれども。痛い、やめてやめて。倒すから、俺はお前を倒すから。待ってね。いやー、ちょっと待って。殺さないで。俺を殺さない。お前を殺すんだ。よし。叩け。オッケーオッケー。いやー、ちょっとちょけるとこういうことになるからね。うん、これ注意ですよ。これでセーブをすると。クイックセーブ。これをセーブするんだね。はい。クイックセーブはオプションと L やったかな。うん。オプションと R。レトロフリックのオプションボタンと R ボタンを同時押しすることでクイックセーブができると。で、クイックロードはその逆ですね。オプションボタンを押しながら L を押すことでロードができると。まあ、ロードと、リードとロード、それぞれの文字に割り当てられてると、L と R が。覚えやすいですよね、そこら辺。さあ、ここは縦スクロールに変わったので、縦スクロールっていうか、まあ、完全な 2D スクロールに変わったので、これもう画面の端に行くと落ちますからね、気をつけないといけません。さあ、ベルトコンベアス初のジャンプ台いけるかどうか。大丈夫でした。ここ怖いね、ここ怖い。オッケー抜けました。まあ、ジャンプがね、鬼門だから、このゲーム特に3面の後半のジャンプね、あっこは本当もう失敗すると即死ですから、これは注意が必要です。倒していきましょう。さあ、出てくるよ。出たてをね、出たてを目指して。さあ、キック、アイムチ使う。もうドラキュラ伝説かっていうね、使い方ですけれども。ドラキュラ伝説のそれだよね、あの振り方はね、あの振りかざし方は。うん、よし、来ました。ここがなんかちょっと怖かったんだよな。ちょっともう飛んでおく、うん。この爆弾が怖いんだよね。飛ぶと基本的に回避できるから。そういった点でもあっこは飛んでおかないといけないんだよね。スクロールする手前で。あれ重要です。あれ重要なスキルね。うん。
俺が何時間もプレイして、編み出した方法ね、うん、さあ女性が来るぞ、はい、蹴り飛ばす、ジャンプキッカーのパンチ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 、はい、ここはね敵落とせるから、なるべくこの際を行くと一匹落とせます。これも僕が身につけた知恵ね小さいけどね、すごい小さい知恵だけど、これも下の方にスクロールして、あ、これ落ちないか、女性だけか落ちるのは。そうだったか、もうあのミスると自分も落ちちゃいますからね、気をつけないといけないです。でここでボスね、こいつも懐かしい、これも避けるっていうね、相手が攻撃仕掛けしそうだなって思ったらベルトをずらさないといけないからね、これは大変ですよ。このスキルも覚えておかないと今後厳しくなります。はい、ベルトずらし、あ、後ろ取られた、さあ蹴って蹴って、ジャンプキックだ、あ、ジャンプキック失敗。ベルトずらしをね覚えるのまでが大変でしたね。あ、そういうのがあるんだっていうのをね知るまでが時間かかりました。うん、あ、もう2万ポイントいったので1キャップしましたね。さあこれでコンティニューが3つになりました。そうそうそう、セーブしておかないと。はい、スロットにセーブ、クイックセーブを使ってとりあえずどん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 セーブを上書きしていきましょう。さあこれ上から飛んでくるからね、そいつを蹴り飛ばすと、着地した手を蹴り飛ばすって。よし、いいですね。まあここまでは順調なんです。ここまではね、あの練習してても、あ、全然順調にいけるわっていうところなんですよね、うん、まあここまでは特に滞りなくいけるんですけど、この先のちょっとしたところでジャンプがあって、ここで落ちやすいっていうのね、あります、まあ、これを飛び越えて、ここで敵に攻撃されると落ちちゃいますから、なるべくね敵に攻撃させないで落としておかないと。いけました、いけました、ここは通過ね。でこの先、次の難所は、一面のボスが、中ボスというか、もう普通の雑魚キャラとして出てくるんですよね。まあ、そこをうまいこと倒さないといけないっていうところ。まあ、そこが重要ですね。そこはまあ難所といえば難所。簡単なところといえば簡単なところ。まあ、一面のボスのくせに結構簡単に倒せるので、ここは。その場所はね。うん。まあ、さっと倒しておきたいんですけれども。やっぱね、3面の難しいところは後半ですね。後半のジャンプゾーン。そしてその後のボス戦ね。そこら辺は厳しいですけれども。いけるかな、今回は。よし。OKOK。どんどん。女性を泣き倒していきましょう。女性を救うためにね、女性をバチバチに叩くと。鬼畜主人公がいますけど、さあ君もボコボコにしましょう、ボコボコにしてやんよということで倒します。蹴りましょう、ここですね、ここの地点でボスが出てくると、一面のボスがね、さもボスじゃなかったように出てきますから、これもちょっとずつこうやって相手を近づかせておいて、来なさいよと、来なさいよと誘い込みます。でちょっとずつ近づいていきます。ここからちょっとずつ上に、ベルトを上にしながらこうやってやると落ちますなかなかせこいんですけど、これもやっと編み出した技ですね。はい、これでボスが普通に倒せました。でここでまた今度2面のボスがね普通に出てくるというところですね。これちょっと一旦下がって、敵がねいっぱい出てきちゃったら困るんで、ボスが最高2匹ぐらい同時で出てくるとしんどいので、こうやってね1体ずつ倒していく、これ大事ですね。あんまりベルトをスクロールをしないというのが重要。さあ倒しました、とりあえずボスは1体倒しました。ここでスクロールすると同時に2体出てきます。上左右でさ、あの挟まれるという状態になるので、これ注意が必要ですね。もう後ろにいる敵に注意をしつつ戦っていかないといけない。ああ、ちょっと避けづらかった、避け失敗。 OKOK、 2体同時攻撃っつうのができないのでね、攻撃すると1体にしか当たり判定がいかないので、2体あって並ばれるとちょっと厳しいところありますね。
ちょっとここでセーブしとこうか。ちょっとあまり自信がないところなんですよね。このジャンプ。このジャンプあんまり自信ないから。OK。耐えた耐えた。さあ、3面後半へ向かう最後のところです。ここを突破すると、3面の後半に行けます。難しいジャンプゾーンへと向かっていくという、その手前のとこですね。もう岩使っちゃいましょう。もう2万点取ってますから、もう1キャップはしないですからね。さあ、ここでまた1面のボスが出てくると。ベルトずらしを有効に利用して倒していきましょう。痛いっす痛いっす痛いっす。はい、倒してちょっとずらしましょう。お、相手動き止まったよ。痛い痛い痛い。なんで動き止まってたじゃんお前。まだ死なない、まだ死なないか。もういいよ、死んで死んでいいよ。はい、 OK、 倒しました。これでここ通過ですね。 OKOK、 後半行きましょう。ここで一旦セーブして、ここも難しいですからね、注意しつつ行きたいですね。特にジャンプゾーン、もう何回も言ってますけど本当厳しいですから。ここは岩が当たらず。さあ行きましょう。ここから岩が転がってくるところかな。一旦セーブをしておいて、あ、そういうことか。ロードしましょう。こうやってロードを使ってね、すぐ戻しましょう。ダメージ受けてましたらね、ちょっと失敗しちゃったなってなったら戻してやっていきましょう。さあ岩が飛び込んでくるので、ここで返しましょうかね。はい、当たらず。さあ、ここからが問題なんで、ここでもセーブしましょう。じゃあ行きます。ジャンプゾーンです。さあ、これね、移動する足場が難しいから、もうジャンプ一旦してしまうともう調節が効かないのでね、はい、こういう落ち方します。なので本当にね、ロードを使ってなんとか切り抜けましょう。ここ、はい、タイミングを見ながらジャンプしないとね。ちょっと遅いんだよね。ちょっと遅いんですわ。うん。なんならもう、あの、2つのその足場がくっつくぐらいのタイミングでジャンプした方がいいね。こうだね。うん、これぐらいのタイミングだ。こう待ちましょう。OK、来ました。よし、来れた、来れた。ここで、クイックセーブの2番にセーブしましょう。セーブしましたよ。さあ行きましょう。ここでボス戦ですからね。ボス戦になる前にこいつをシャッシャと倒しておかないといけない。はい、倒す。まだ、まあもう早く死んでくれよ。で、ここでボスが来ると。痛い痛い痛い、やめてください。痛い。体を入れ替えたい。 OKOK、 入れ替えた入れ替えた。もうここで倒すだけ。よし、オッケー、来た。3面クリア。オッケー、前回のゾーンまで来ましたね。オッケーオッケー。前回クリアしたとこまでやっと来ました。約20分で来ましたね、でも。レトロフィークを使ってるという安心感からなのか、オープニングを含めて20分でクリアしましたね。とりあえずセーブスロット2にセーブしましょう。オッケー、じゃあこれでいきましょう。ステージ4。こっからもう初見なんでね、ほぼ。このジャンプゾーンは知ってますけど、この先はほとんど知らないので、ほぼ初見状態。どっかでね、なんか敵に攻撃されちゃって、落とされたんだよね、女の子に。そんな記憶がありますけど、そのままそこでゲームオーバーになっちゃったという、そういう苦い記憶が蘇りましたけれど。そう、ここね、飛ばされると、攻撃、主人公攻撃受けると後ろにノックバックするんだよね。それの反動で落ちちゃったんだよね、下に。そういう記憶がありますね。ここだから注意が必要ですよ。ここも出たらすぐ敵が出てくるんやったかな。そうだ、ここで落とされたんだわ。うん、ここですぐ落とされた。これだ。これだよ、これ。こうなったんだよ、こうなったんだ。これだよね。だからこれを注意しないといけない。分かった。最初の難所はあの扉ね。この上の扉ね。あっこ注意だわ。なるほどね。
ミコが着地した時点で敵が3体出てくるんだ。それは厳しいぞ。分かった分かった。第一の難関ね。第一の難関。ファースト壁。エンターのファースト壁がありましたね、ここに。ステージ4攻略のファースト壁がありましたよ。ここね。すぐ蹴る、すぐ。パンチの方がやっぱ効きが早いかな。パンチをもポンポンポンと打ってしまおう。うん、これの方がいいね。とりあえず難所はクリアしましたけど。第一の難所クリアね。ファーストポイントはクリア。それで、こっち行くとなんだ？上に上がる。何かね。あ、これ落ちんのかよ。落ちんのかよ。それ知らんて。知らんて、それは。その右手落ちんのかよ。落ちてもうたん。やり直しね。ちょっとやり直し。さあ、戻ってきましたよ。ここで何が起こるんです？これ、違うか。階段じゃない。何これ。扉？扉か。あ、こっから一体一体敵が出てくるのか。わかったわかった。任せろ任せろ。倒してやる。俺がお前を倒してやる。さあ次どっから出んの？真ん中か。オッケーオッケー。このちょっと強靭そうなやつね。うん。オッケー、倒した。で、左か。出たてを。兄ちゃんの出たてをね。お兄ちゃんの出たてをトントントンと叩きましょう。トン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 、日ののにトンという感じで。はい、オッケー、ナイスです。オッケー、倒して、で、これ登っていくと。ちょっとじゃあ、ここら辺ぐらいでちょっとクイックセーブしましょうかね。せこいけどね、せこいけど、せこいやり方だけれどもね。確実にクリアしましょう。確実にエンディング画面を目指してやっていきましょう。よし、倒せ倒せ。痛い痛い、やめてやめて。ちょっと女性に殴られた。はい、やり返しだ。なんだこの扉。さも意味ありげな扉が。まだ関係ないか。まだ関係ないですよ。ちょっと倒しましょう。開かない。ああ、開いた開いた。ああ、いや、これ2体同時来る。同時来るか。同時クルーニーやな。同時にクルーニーですわ、これ。よし、倒して倒して。痛い痛い痛い。ちょっとあんまこれ体力減らさない方が良さそうだな。ちょっとなるべくベルトをずらして倒していこう。痛い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 同時や。体力減らしたくないな。4面がどれぐらい長いか分かんないんだよね。3面ほど長いのかな。3面結構長いよね。あれあれは結構構成としてだいぶ3面に比重がかかってるゲームですよ、これ。ただそれが4面もそれぐらいあるのか。もうそっち行けと。はい、じゃあ奥入ります。あ、お、クリア。お、前半終わりか。これでこう、これで後編ね。ちょっと待ってね。これ後編入りました。よし、じゃあセーブして。あ、仲間が仲間を倒したぞ。敵が仲間を倒したぞ。そんなありがたいことある。これ何これ。すごいなんかコミカルな音。トムとジェリーでもやってんのかっていうようなコミカルな音なんですけど。いや、やめてやめて。やめてやめて。俺落とさないんでね。痛い痛い、やめてやめて。まあ、とりあえず体力全回復になってくれた。ありがたい。うん、とりあえずさっきのエリアで難しいのはあのジャンプのとこだな。これ何これ。大丈夫なんですか。前通っても大丈夫ですかこれ。怖いわ。もう疑心暗鬼になる。おい、ちょっと待ってな、これ。飲み込まれ、飲み込まれ。なるほど、吸い込む力があるのか、お前は。その顔は。いや、ちょっとやめて。あ、攻撃すると吸い込まれていくな、どんどん。なるほどね。そういう厳しさがある。わかった。じゃあ、ロードして。やり直しましょう。いや、ちょっとね、こっからゲームを面白くするために、ロードは絶対ここ。うん、もうこれ以上セーブはしないということでやっていきましょうかね。うん。もうこれ以上、クイックセーブは使わない。ロードだけね、使えるのは。クイックロードのみ。あの場面からのスタートのみです。それでやっていきましょう。なるほど。口が開いてる間に攻撃すると中に飲み込まれる可能性があるから、ここは厳しいな。ここでの戦いは厳しいぞ。来るか？来た。座れるから、一旦待って、殴ろう。はい、待って待って。俺殴れ。
よし。痛まと。痛い。やめなさいって。痛い痛い痛い。もうすぐ開くやん、そこ。すぐ開くやん。ちょっとあんま余裕ないやん、時間に。マジか、マジか。ここ、ちょうど真ん中ぐらい。この柱の真ん中ぐらいで、いとかないといけないもんね。飲み込まれるから。危ない。ちょっとまた飲まれかけた。倒せ、倒せ。いや、痛い痛い痛い。やめて、やめて、これ。お前は何や、お前はそれ受けへんのか、その影響。その影響受けないか、お前は。ほんと許せん。終わり？いや、まだあんのか。まだ続くのかよ。もうええで、ええで。これが一番強いな。この、後ろ向き。後ろパンチ。後ろ肘つきかなんか知らんけど。これ一番強い。敵飛ばせるし、そんなにこの、風の影響受けないというか。うん。危ない。これ危ない、これ危ない。あいつ受けへんのがひどいな。やめてやめて。危な。OK、倒した。これで終わり？まだあんの？あ、開きはしないんだ。これ普通に倒せばいいんだな。あったあった。痛い痛い痛い。やめてやめて。痛い痛い。ベルトずらし、ベルトずらし、うまいこといかんかった。よし、倒して倒して。ちょっとずつ、ちょっとずつ入って。はい。OK、飛ばす。ベルトずらしを使って近づかせて。OK。倒した倒した。OK、来ましたよ。もうセーブは使わないですからね。クイックセーブは使わないでいきます。また失敗したら、こっからやり直し。なになこれ。これ、運の世界やん、こんなん。運の世界、こんなん。OK、なんか耐えた。押し出しを耐えた。さあ、これなんだ、これは。あ、爆発持ってんのか。やばいぞ、もう体力ない。ピンチ、ピンチ。ピンチです、エンター。さあ、まだボス続くのか、これは。いやー、ここでこいつ出てくる。いた。うわー、最初から。マジか。クイックセーブないの辛いなー。落ちない吸引力があるからこいつ。ああ、やばいやばい、やめて。ああ、落ちちゃったよ、落ちちゃったよ、そのまま。なるべく安全に行こうと必死だな、俺は。よし、倒せ倒せ。この位置だな。この位置だ。いた。ええ、ちょっと、なんで。あいつ、一発で俺落としよった。なんてやつだ、ほんとに。よーし、倒す。ただ、メモリが3つなんだよな。痛い。いや、それ知らんて。それ知らんて、お前のさじ加減や、それ。あいつのさじ加減やんけ、あんなもん。なんや、せっこいな。あれせっこいやろ。なかなかやな。なかなかな悪徳やな、お前。あいつらの悪徳加減。ほっとけないな。ここだね。ここで2面のボスが2体来る。ここをどうするかだよね。まずこっちから行こう。はい。キック、キック、キック、はい。一旦、こっちやり過ごす。いやー、ちょっと、やめてやめて。はい。一旦やり過ごして。よけよけ。もう攻撃態勢入ったらよける。はい、痛い痛い。いや、何体来んの、ここ。二面のボス何回いるの？何体用意されてんの？お前はそのドッペルゲンガーばかりか。クローンだらけ。いやー、ちょっとやられた。あー、厳しいね。ここ厳しいですね。なかなか厳しいですね。ちょうどこう、一体ずつ倒していくっていうね。ちょっとずつこう、距離を取りつつ、っていうやり方が一番いいかな。あ、こういうのこういうのダメ、こういうのダメ。敵をこう2方に、同じ方向に敵を2体置くと、こういう攻撃が決まり出すから。これはちょっと厄介な状態になってもだな。こうなると厄介なんで。
よし、倒した倒した。さあ、これ3体目か。これ3体しか出ないんだな、こいつは。オッケーオッケー。こいつを倒せば、次はなんか新しく進展があるのかな。体力もまだもうちょっとメモリあるから、半分ぐらいまであるから、頑張れば勝てんじゃないかな。なんだ、ボス、ボス的なやつ。ボス的なやつ来ましたけれども。ベルトをずらせばいいかな。ベルトをずらせばそんな強くないぞ。あー、ちょっとベルトずらして。こいこい、行きやがれ、行きやがれ。よし。ベルトをずらして、倒す。はい、避ける。避ける。ベルトをずらせばそんな強くないぞ、これ。あー、ちょっとね。くっそ。くっそ、油断してた。完全な油断や。うわー、マジか。惜しいな、惜しかった、惜しかった。ああいう感じでしょう、感覚的には。あれをやればいいんだな。あったあった、もう一回やってやろう。何度でもやってやるさ。よし。さあ、こっからだ。こいつをね。あ、ちょっと向きがおかしかった。さあ、ベルトずらし。ベルトずらしから余計がうまいこといかないと。あれ？ちょっと。はい、倒す。はい。これ近づき方が難しいんだな。いやー、あいつの倒し方難しいな。これでどうだ？あ、倒した！おー、オッケー、倒した！いやー、これでいけるかなとか思ってたら。おー、ガールフレンド。この子かな？助けたかった人。オッケー、出会えました。無事再会。You have saved Marine's life with your own hands. どういう意味？どういう意味？まあ、とりあえず、メアリーさんを助けて、で、二人で長くやっていくよねっていう話かな。よくわかってなかった。まあ、とりあえずね、自分の元に帰ってきたよみたいなことですよね。とりあえずクリアしました。ありがとうございます。いやー、時間かかった。結構時間かかったね。1時間14分ほどかかりました。ステージ4のあの後半の部分だけで、多分ね、30分以上かかったと思います。もうこっからクイックセーブ使わないって言ってからね、結構時間かかって、ちょっと後悔しましたけれどもね、なんとかクリアできました。まあそれもそうでね、結構楽しいんですよね、やっぱりね。繰り返し作業にはなるけど、繰り返しになるけれども、それでもやっぱ楽しいと。ベルトをずらして敵を倒していく。なるべくいい攻略法を探していくっていう点でね、非常に楽しめるゲームですので、ぜひともね、ゲームボーイ版も含めて、スーパーファミコン版とかも出てます。あ、スーパーファミコンも出てる版、ファミコン版も出てますのでね、ぜひともやってみてほしい作品でありますね。ということで、無事ゲームボーイ版のエンディングをレトロフリークを使ってクリアいたしました。スペシャルサンクストゥー、
岸本さんね、うん、スペシャルサンクス to you とか言うんかと思ったらね、うん、俺じゃないのかいっていう、よくあるよねこの、エンドロールで最後スペシャルサンクス to play this game とか言ってなんか出てくるっていうね、うん、そういうのがあるのかなと思ったら違ったっていうね、本当のスペシャルサンクスだったっていう本当のスペシャルサンクスがずっと並んでおりますね、うん、この後ろの背景の絵は変わらないんだね、その君たちはもうちょっと動けばいいと思うんだけど、うん、ということで、無事終了ですね、これでリベンジ達成ですよ、 The End OK、 いやーよかったよかった、いいゲームですよ、ほんといいゲームに巡り合えたね、駿河屋でゲームボーイ福袋を買って入ってたソフトですけども、こんないいソフトが入ってるとはね思いもしませんでした。無事クリアですね。これでスタートもセレクトも押しても、B ボタンを押しても何も変わらないと何も起こらないと。ああそうですか、あのスタイルだね、ウォーリーを探せスタイルね、うん、そうですかそうですか、ウォーリーを探せスタイルですか、トミーと同じなんだね、やる手法はテクノスジャパンもウォーリーを探せと同じ手法なんだね、こっからもう何をしても反応しませんよっていう、そういうスタイルなんだね。ということで無事クリアいたしました、ダブルドラゴン GB でした。はい、ということで今後もこういう感じで、レトロフリークを使ってクリアできなかったソフトたちをね再挑戦していきたいと思いますんで、リベンジ動画今後もお楽しみください。ということで今回はここまでにしたいと思います。ゲーミーザボックス、ご視聴ありがとうございました。